はナビないと来ないね。なるほど。これ近鉄名古屋線か。なるほどな。なかなか狭いな。よいしょ。ほう。こっちがあってるのかな。ほうほう。なんか常にナビが逆を向いてるのがなんか気に食わんけど。まあ一応矢印の方向はなんか合ってねえけど、まあ一応合ってるっぽいな。よし。おや。お、虫が飛んでる。めっちゃ中虫飛んでる。映ってるかな？映ってないだろうな。意外と低いとこ飛んでるね、虫。そして意外とこう車通りあるね。ここ抜け道になってるのかな。まあずっと450m、京北中学校、京北中学校って4回ってあるね。そういや、もうなってら近鉄の方忙しいですね。ここら辺は指定しないとアストプラザなんだ。ってことは中学校はちょっと離れてんだね。地図にはね、団地があるんだね。これはな、あ、これか。でかいわ。で、とにかくずっとまっすぐでいいんだな。はあ。まあでも世の中にはあるかもしれませんからね。急遽津駅から東新田駅までね、歩いていかないといけないという状況に追い込まれたらね、きっとこういう動画が役に立つはずですからね。今後10年間で何人現れるんだっていう話ですかね。そんなんばっかしやむってなるところね。よいしょ。これはただ歩いてる模様を淡々とお送りする動画っぽいな。特に取れ高になりそうなところはどこにもねえぞ。なんもねえぞ。どうすんだ。おお、意外と公園とかあって意外と子供遊んでんだね。よいしょ。まあ住宅なんか結構住宅で結構車通りはあるね。はあ、はあ、はあ。ここはで、こんな住宅街のど真ん中にパン工房あるんだ。へえ。ブロワーさん。へえ。日曜月曜は定休なんだ。もう地元に根付いたパン屋さんって感じなんでしょうね。うまそうだね。ここに駐車場もあって、すごいな。地元の人の朝食を支えてるって感じですね。これこれが結構細かく角張りしてやって、住宅整備した時に細かくいろいろ公園を作ったんでしょうね。なるほどな。便利な行動ですね。意外とこのままずっとまっすぐ行きゃいいんだ。あの車がボンボン折れてくところで、ほぼほぼなんかやっぱ結構抜け道になってんだよね。車通り結構あるもんな、ここ。はあ。住宅街は住宅街って感じですね。もう 80m 先、やっぱそこか。っていうかそこから先直進できるもんな。なんか
地図端っこに出してあると思うけど、なんか独特な構造ですね。左折ね。で曲がってすぐどこ、公園の向こうかってなってるけど、ここか、違うよな、いやあってもここか、一見どん突きに見えるけど違うんや。この先変わるんだ、道が。こっちか。なるほどね。繋がってんだ。こっから伊勢別街道、街道があるんだ。街道の方から行った方がよくね。どうだ。そっちから抜けた方がなんかいろいろありそうだな。よし。そう、ナビの案内とここから右折ってなってますけど、このまま左折しても行けそうですね。そんなに変わりようないし、こっちの方のがなんか1分遅いとなってますけど、まあ1分ぐらいなら5時に着けば余裕なんで、今のところ20分マージンありますからね。全然いいや。そっちから行ってみよう。これが街道？ここだね。街道感皆無だけどね。へえ。あれ、工事やってる？っていうわけではないか。一応このまま行けるみたいです。いろいろとルートを示してくれてるね。大丈夫ね、工事やってるわけじゃないね。よいしょ。